頼みのじいさんも同じです。まあ、桜井がね、いつも言ってるけれども、まあ、統一教会との関係もそうですけどね、北朝鮮とのね、関係のためにね、拉致被害者諦め論とかですね、金城陛下のね、皇太子拝立運動をやったりですね、雅子妃殿下に散々パロ悪口述べていたね、こんな女を応援演説に出しといて、で、私は保守でございて、なきゃあるかよというですね、私断るごとにね、皆さんに言ってるんですよ。頼みのじいさんは絶対に保守じゃないと。周りにこんな連中をくっつけといてね。で、保守でございなんて、そんなこと許されるわけないだろうっていう。保守の一線っていうものがあって、それは守らなきゃいけないんですよ。保守の第一義は国体、天皇陛下を守ることなんですね。そのね、デヴ夫人を応援演説につけた時点で、その保守の第一義を放棄してるわけでしょうね、彼は。だったらもうその時点で保守とは言えないんですよ。保守とは絶対に言えないわけですよね。だからそれをね、ぜひ皆さんに聞いてくれって頼んでるんだけれどもね。ビジネス保守はビジネス保守でね、形だけであってもね、保守を自称するんであるならばね、少なくともですけれども、天皇陛下をね、皇室をないがしろにするような人間をそばに近づけちゃダメなんです。たとえ形だけであってもね、自分が保守だと名乗るんであるならば、皇室に対してね、めちゃくちゃなことを言ってるね、このバカ女がいるわけですよね。そんな女を近づけてどうする？ありえないことをやってるんですよ。ありえないことやってるから怒ってるんですよ。ありえないことやってるから絶対に私は組まないって言ってるんですよ。保守としての一線を守らなきゃいけないんですよ。でももうその保守の一線って守る人間は桜井以外にいないんです。保守としてそこを譲ってしまったらあんた保守でも何でもないだろうっていうですね、そこがあるんだって言ってるんですよ。勝つためだったらね、誰とでも手を組む。誰がそんなことするかいというですね。仮に負けたってね、反皇室をね、標榜してるような人間と、手組むなんてことは絶対にあっちゃいけないんですよ。たとえこの人がね、味方につけばね、票が増えるとしてもですが、ね、そういった人たちを自分の陣営に引き入れている田母神俊夫というじいさんは一体何ですかって話なんですよね。だから私はこの人とは絶対に組めないって言ってるんです。他の誰とも組めないですけれども、